問11次の四角に当てはまる語句として正しいものはどれか x プラス y 大なり0であることは x 大なり0かつ y 大なり0であるための1 a 大なり0であることは √a=a 乗イコール、a で「あ」「るための ② あ必要条件であるが十分条件ではない」「い」「十分条件であるが必要条件ではない」「う」「必要十分条件である」「え」「必要条件でも十分条件でもない」この問題では「十分条件」と「必要条件」の見分け方が重要です。見分け方は 十分ならば必要矢印を引ければ矢印の根っこが十分条件矢印の先が必要条件です。矢印は中から外。ベン図をかければ中の丸から外の丸に矢印を引くことができます。したがって中が十分条件で外が必要条件となります。 レンズで説明すると A の外側に B がある場合 A から B に矢印が引けますから A は B の十分条件 B は A の必要条件になりますまた A と B が一致するとき A と B は互いに矢印を引けますから A と B は必要十分条件になりますまた A と B B が一部だけ重なっているとき、これは A と B は必要条件でも十分条件でもどちらでもありません。丸1について P を x+y プラス大なり0と置くと移行して y 大なりス x これを座標平面上に示すと y イコールマイのス x のグラフの 上の領域です次に9を x 大なり0かつ y 大なり0と置いてこれを座標平面上に示すと x も y も正である第一小源になりますそうすると p の領域の中に9の領域が入りますねベンツで表しても p の中に9となるので矢印は 中から外ですから、9ならば P、つまり十分なら必要なので、P は9の必要条件です。従って、1は必要条件が入ります。2について、P を A 大なり0と置きます。Q を √A2 乗イコール A と置くと、 絶対値やルートは0以上であるという重要公式があるので、これはダイナリーイコール0です。従って Q は A ダイナリーイコール0となります。そうすると Q の領域の中に T の領域が入ることになるのです。ベン図で表すと Q の中に T が入りますが、この隙間の部分が A イコール0です。 矢印は中から外ですから P ならば9十分なら必要なので P は9の十分条件ですしたがって丸には十分条件が入りますこのように丸1は必要条件であ丸2は十分条件でいとなるのでこれだ1が丸です 問12次のデータはあるクラスの40人が1分間に飛んだ縄跳びの回数を記録したものである第1四分位数として正しいものはどれか四分位数の求め方丸1まず第2四分位数92を求める92は全体の真ん中の数値で 真ん中が1個の時そのまま92とし次の操作91や93の計算ではその数値を捨てます。い真ん中が2個の時足して2で割って92とし次の操作ではそのデータを残します。丸2その後、第1四分因数91第3四分因数93を求める。左半分のさらに真ん中が91。 右半分のさらに真ん中が9、3です。あ、真ん中が1個の時、そのまま9、1、9、3とします。い、e、真ん中が2個の時、足して2で割って9、1、9、3とします。それでは具体的に見ていきましょう。さて、1、2、3、4、5、6、7というデータがあったとすると、 真ん中は4で9にイコール4です。この4を取り除いて考えるので、左は123、真ん中は2で91は2です。右は567、真ん中は6で93は6となります。次に1234567、1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8というデータがあったとすると真ん中は4と5で92は足して2で割った4.5です。データは取り除かないで考えるので左は1234真ん中は2と3で91は足して2で割って2.5です。右は5678真ん中は 6と7で 9×3 は足して2で割って6.5となります。次に1 2 3 4 5 6 7 8 9というデータがあったとすると真ん中は5で9 ×は5です。この5を取り除いて考えるので左は1 2 3 真ん中は2と3で91は足して2で割って2.5です。右は6789。真ん中は7と8で93は足して2で割って7.5となります。最後の例として123456789。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10というデータがあったとすると真ん中は5と6で9には足して2で割った5.5です。データは取り除かないで考えるので左は12345真ん中は3で91は3です。右は678910真ん中は8で 93は8となりますまず92は全体の真ん中ですがデータが40個あるので真ん中は20番目の66と21番目の68の2つです。そうすると92イコール66たす6 8割る2イコール67となります。続いて91は 先ほど92ではデータを取り除かなかったので前半の20個のデータが対象ですその真ん中は10番目の44と11番目の46なのでそうすると91イコールカッコ44プラス4 6る2イコール45となりますというわけでこれだ !4 が丸です 問イ13。タ,ンジェントシーターイコール2分の1。括弧、0度小なり、シーター小なり、90度のとき、コサインシーターの値として、正しいものはどれか。まず、コサインの符号を確かめておきましょう。0度小なり、シーター小なり、90度なので、サインもコサインも正です。 次に、タンジェントからコサインやサインを導くには必殺の公式があります。 わけで、イボをコスコスイタタタからコサイン2乗シータ分の1イコール1プラスタンンジェント2乗シータの式を作ることができます。イコール1プラスかっこ2分の1の2乗イコール1プラス4分の1イコール4分の5です。したがってコサイン2乗シータ分の1イコール4分の5ですから。 両辺の逆数をとると、つまり上下をひっくり返すと、コサインシーターイコール5分の4となります。さらに両辺のルートをとると、コサインシーターイコールプラスマイナスルート5分の4イコールプラスマイナスルート5分のルート4イコールプラスマイナスルート5分の2 この分母分子にルート5をかけることによってイコールプラスマイナス5分の2ルート5となります。ここでコサインシーターは0より大きかったですからコサインシーターイコール5分の2ルート5となります。ということはこれだ !5 が丸です。問14。 三角形 ABC において AB イコール3、BC イコール7、CA イコール5とするとき、角 A の大きさとして正しいものはどれか。角度がわかるのは有名角だけです。有名角とは30度の倍数、30度、60度、90度と続きます。あるいは45度の倍数、 45度90度135 90と続きます。いずれもサインかコサインの値から角度がわかるのでしっかり覚えておきましょう。今回は 125° 度と 168° は有名角ではないので候補から外せます。それでは残りの選択肢からどうやって正解を見つければよいのでしょうか。 予言定理を覚えよう。予言定理とは、図のような角がラージ a ラージ b ラージ c、辺の長さがスモール a スモール b スモール c という三角形があった場合にコサイン a イコール 2bc 分の b2 乗プラス c2 乗マイナス a2 乗、あるいは a2 乗イコール b2 乗プラス c2 乗マイナス a2 乗。 2BC コサイン A となるというものですそれでは下の段の式を覚える歌をやってみましょう吸ってよ詳しくはゴ呂合わソングのア兄はビンビンをご覧くださいね 今回は AB、ab イコール3、bc イコール7、ca イコール5の三角形なので、図に書くと、a イコール7、b イコール5、c イコール3となります。これを、兄はビンビンの式、a2 乗イコール b2 乗プラス c2 乗マイナス2 b c コサイン a に代入すると、カッ7の2乗イコール かっこ5の2乗プラスかっこ3の2乗マイナス2かっこ5かっこ3コサイン A となります。括弧を外すと、49イコール25プラス9マイナス30コサイン A。30コサイン A イコールマイナス15。コサイン A イコールマイナス2分の1です。 さて、ここからどうやって、A、を求めるのでしょうか図から s i n c o s を簡単に求める丸1のマス目を書く。この時 x 軸 y 軸もはっきり書いておきましょう丸2枠いっぱいに円を書く円とマス目との交点はすべて3 0度系の有名角になります 暗記しなくても30度ずつ足すだけなのでその場で求められますよ。丸3対角線を引く対角線を引いた円との交点はすべて45度計の有名角になります。これも暗記しなくてもその場で導けるので大丈夫です。丸4サインは高さで小さい順に1、2分ルート2、2ルート3となります。 下半分は値がマイナスになるので注意してください。これで有名角のサインがすべてわかります。丸 ⑤ コサインは横幅で小さい順に1の√ 2 √ 3となります。左半分はプラスマイナスが逆になるので気をつけてください。これで有名角のコサインがすべてわかることになります。 今回は 4×4 のマス目を書いて cos イ,イコールマイナス2分の1に線を引くと1 2 0度あるいは2 4 0度とわかります。ここで三角形の内角は1 8 0度未満ですから a イコール1 2 0度です。ということはこれだ !1 が丸です。 1> 問1辺の長さが6の正四面体 ABCD の体積として正しいものはどれか正四面体の,の各サイズは計算は相当めんどくさくて難しいですが公式が決まっているので覚えてしまった方が得点力が上がります。まず 静止面体の一辺の長さをにゃと置くと外接球の半径は12分の3ルート6にゃ内接球の半径は12分の1ルート6にゃこれを合わせたものが高さで3分のルート6にゃになります。底面積は12分の3ルート3にゃの2乗体積は12分のルート2にゃの3乗となります。

詳しくは、ゴロアワソングの12分のメス猫ちゃんをご覧ください。そうすると、体積イコール12分のルート2、6の3乗、イコール12分の216ルート2、イコール18ルート2となります。ということは、これだ。2が丸です。 チャンネル登録お願いします。見てくれてありがとう。入試やテスト、頑張ってね。